こんにちは、東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなあちゃんです。2023年11月27日より六本木にて開催される最後の世界戦を体験できるという通り部展、今回はそんな通り部展の新ビジュアルについて解説した動画の第2弾です。新一郎、灰谷兄弟、イザナ、ハルチオについて解説していきたいと思います。前回の動画で竹道たち東漫メンバーの解説もしていますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。描かれているお花の花言葉、動物やモチーフの意味など徹底的に考察していきます。またいずれも個人的な解釈で、花言葉などは諸説あるため、このビジュアルについてはいろんな考察ができると思います。皆さんの考察もコメントにて教えていただけたら嬉しいです。なお、ネタバレの内容を含みますのでご注意ください。佐野真一郎、まずは初代ブラックドラゴン総長の真一郎。真一郎の衣装には彼岸花と思われるお花があり、花言葉は悲しき思い出、再会、諦めなどで、マイキーを失い再会を求めて模索するも諦めて命を絶とうとした、最初の世界戦の真一郎の人生そのものでした。また個人的にはこのお花が鉄砲ユリやダイヤモンドリリーにも見えたので調べてみたところ、鉄砲ユリの花言葉は純潔、甘美、威厳と、そこまで真一郎っぽい感じではありませんでしたが、ダイヤモンドリリーには箱入り娘、また会う日を楽しみにという花言葉があり、真一郎のマイキーへの思いが乗っているのかもしれないと思いました。また描かれていた動物は鳩、白い鳩にはとても大きな幸運が近いうちに訪れるという暗示の意味があるそうです。タイムリーパーである真一郎には竹道と同じく歯車があり、白い鳩の意味と合わせてタイムリープで幸運をもたらすという意味なのかなと思ったのですが、真一郎の包帯がまるで手錠をかけられたように描かれているのを見ると、マイキーを生かすという幸せは真一郎が背負った業の上に成り立っていたというのを表現しているのかもしれないと思いました。灰谷蘭、灰谷林道。次は六本木のカリスマ灰谷兄弟です。灰谷兄弟の衣装が対になっていたため一緒にご紹介いたします。まず弟の林道についてですが、林道はネイルをしていてイメージカラーのアメジスト色を塗っています。描かれていたお花は名前と同じ林道。林道の花言葉は勝利、特に紫の林道には満ちた自信という意味があるそうです。また林道は10月20日林道のお誕生日の誕生花でした。続いてランも名前と同じランが衣装に描かれていました。ランの花言葉は優雅、美人などで、ランの誕生日5月26日の誕生花の一つでした。二人の衣装にお花の他に描かれていたのはクモの巣と、林道は緑色の蜂、ランは蝶で、二人とも昆虫でした。クモの巣は灰谷兄弟のタトゥーが雲がイメージされていることから来ているものと思われ、林道は左肩、雲のタトゥーが入っていない方、逆に言えば蘭が雲のタトゥーを入れている方に描かれています。蘭は右肩に蜘蛛の巣があり、灰谷兄弟はタトゥー同様に衣装も対になっているようです。裏地にはドクロのようなものも見受けられました。ドクロは2人のタトゥーの中心部分にも描かれています。
黒川イザナ。3人目は天竺総長イザナ。イザナのイメージカラーは青紫ですが、手足の爪に塗られていたのは黒色でした。イザナの衣装に描かれていたのはダリア。これはダリアで確定だと思ったのですが、その理由はダリアの別名が天竺ボタンだからです。さらに花言葉も優雅、不安定などがあり、イザナのイメージに合うものでした。個人的にグッときたのが、イザナの衣装に鶴が描かれていたこと。これは言わずもがな、イザナにとってかけがえのない存在である拡張を意味していると思われます。また陰陽師マークのような天竺の突腹の背中にあった白と黒のモチーフが6つ描かれており、これは天竺四天王の4人と幹部であるモッチーとリンドウを表現しているのかもしれません。そして全体に邪気を払う、子孫繁栄などの意味を持つ鳥、クジャクの羽の柄があしらわれています。サンズ・ハルチオ。最後はサンズ・ハルチオです。ハルチオもイザナと同じくイメージカラーのピンクではなくエメラルドグリーンのネイルを足にしています。衣装には原画展の時と同じハスの花が描かれており、花言葉は清らかな心、救ってくださいなどがありました。中でもピンクのハスの花には信頼という意味があるそうです。マイキーのことだけを思ってきたハルチオ。信頼はマイキーに対しての信頼かと思いますが、救ってくださいというのにはマイキーを救ってあげてほしいという意味に思います。ハルチオの衣装には動物は見受けられず、マリア、竹、橋などが描かれていました。橋はおそらく名前とかけてサンズの川を渡る橋で、竹は西洋における竹の花言葉は忠誠とのことなので、たとえマイキーに殺されてもマイキーを支えるためだけに生きると忠誠を誓ったハルチオの思いが表現されているのかもしれません。またよく見るとハルチオの衣装は上着が透けていました。今回はビジュアルについて深掘りした動画の第2弾でした。個人的に原画展にもいなかった拡張のビジュアルも見てみたかったですが、イザナの衣装に鶴がいるという粋な計らいにグッときてしまいました。皆さんの考察や感想も教えていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。これからも毎週通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。